おはようございます、えー、先日、私はですねブルーモンクの秘密参照スイングジャーナル2008年9月号特集ジャズジャイアンツが愛したジャズ名曲名演決定版セロニアスモンクという長いタイトルの動画をアップしたんですねサムネイルはブルーモンクの秘密と書いてアップした動画なんですけれどもこの動画にですね永井勉さんからやはりというかね日本文句なんとか協会の永井勉さんからコメントをいただきましたやはりり反応がありました。 予想を上回る反応でした素晴らしい反応でございました。なので、永、えー、井勉さんからのです、ね、コメントを、えー、紹介したいと思います。こんばんは、長井ですてんてんてん。おっしゃる通り、単純なブルース進行なのに、まあ、ブルー文句のことですね、えー、おっしゃる通り、単純なブルース進行なのに、文句がやると、なんであんなにかっこいい曲になるんですかね。他にも、ミステリーオーソとか、ストレートノーチェイサーとか、 えー、レイズ4とかああレイズ4もねいいねあれもブルースなんですよねレイズ4レイズ4いいわレイズ4とかリトルルーティートゥーティーとかひとひねりあるんだけどブルース進行の曲はたくさんありますよね点点点点土下座絵文字逆にコード進行が数式を見ているようなルビーマイディアとか そうルビー・マイ・ディアねいい曲、表面はすごく綺麗で美しい流れの曲なんですけども、まあ複雑怪奇なコード進行だと私は感じてるんですね、あと、テンションコードと和製が究極的なラウンド・ミッドナイトとか、うん、そうですね、明らかに二面性があると感じます、そうなんですよ。 確かに二面性ありますよねすごい単純素朴なコード進行なあと「Let's Cool One」っていう曲も私好きなんですけどこれも割と単純素朴なメロディーとコード進行でね多分文句に馴染みのない人が聞いても全然違和感なくスルリと聴けちゃうんじゃないかと思いますよね。そういうい単純素朴な曲もあれば あのかなりひねった曲というかあの構造が複雑回帰な、ね、曲も多いんですよね「クレプス・キュール・ウィズ・ネリー」なんかもね私大好きな曲ですけどあれも結構難しいんじゃなかったかなあとあの割とコード進行がぶっきらぼうというか 本当にコードを置くような感じのなんかあんまり進行感のない進行してる感じがない止まった感じの並べ方なんだけれどもなんか妙に引き付けられるようなエピストロフィーだったりとかあとまあ似たような構造だと「ウェルユ・ニドン」とかもありますよねでもすごい「ウェルユ・ニドン」トは親しみやすくて聞きやすかったりしますよねだから 結構ね文句の曲って面白いんですよあの永井さんのご指摘の通り二面性がありますよねであ単純素朴な曲でもでもどこか文句的な,なんか仕掛けがあったりとかもしてそれはそれで面白いんですよねだから、まあ、ミュージシャンに文句好きな人が多いっていうのはとても分かるような気がしますよね やればやるほど「おおなんじゃこりゃこんなところにまで」みたいな発見がすごく多いんですよだからやっててすごく面白いというか興味深いというかあの勉強になるというか、ね、アイディアのすごい肥やしになるというかねいろいろあの挑発してくれる要素が多いんですよねでまあ私のような素人よりも本当にもっと楽理に長けていて演奏技術にも長けていてもっと感性が鋭い人だと もっとだとだ思うんですよね私ですらこうなんだからあのもっともっとねあの音楽に造形の深い人たちにとってみればあと感性がもっともっともっとエビ・ウン・デ・シャープで鋭い人からしてみればもう刺激の方向ネタの種っていう感じがしますよね文句の音楽の構造っていうのはねあと演奏力も素晴らしいですしねあのやっぱりね先日 釜市邸でですね釜市さんあの鎌倉にお住まいのジャズ教授がいるんですけれども、まあ、教授じゃないけど私にとってはジャズ仙人みたいな人かなのお家でねあのカーネギーホール聞かせてもらったんですよあのだいぶ後になって最近って言ってももう20年くらい前かなでもしばらくずっとお蔵入りになっていた音源が満を持してね2000年前後くらいか21世紀になったからかな 発表された音源があって音もすごくいいんですよ、文句とコルトレーンがやってるカーネギーホールのアルバムがあって、それでスイ e e t l o v ってあるんですね、あのコルトレーンがねバリ,バリ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 吹きまくっててね、もうすごいんですよ、本当すごいんですよ、でしかも釜市邸の爆音オ,オーディオで聴くんで、めっちゃすごい迫力で迫ってくるんですね、コルトレーンのテナ・サックスが。 しかし、それ以上に文句の芯のあるね、腰のあるね、がっつりしたピアノがね、すごいんですよ、本当ねあの、文句下手だっていう人は、まあ、今の時代、そんないないと思うんですけど、昔はどうも、私が生まれる前の時代とかだと、文句のピアノは、うまいか下手か論争っていうのもあったみたいなんですけど、まあ、とんでもないと思いますよ。 ものすすごいい演奏力だと思いますよそれはあの流麗に弾く流れるように弾くとか音数が多いとかテクニックがすごいというような表面的なテクニックではなくてこの楽器を鳴らす技術というのかな楽器をバシンと震わせる技術もうそういうなんか表面的に音の配列のセンスのようなテクニックではなくてもっともっと根源的なもう存在感楽器の 楽器たらしめるこの存在感を放つあの鳴らし切るみたいなうまく言えないんですけれども <laughs>、うん、そういうねなんかピアノという楽器の隅々までをあのビリビリとですね振動させる技術っていうのは、まあ、全然まあクラシック的な技術の価値観では測れない、まあ、あの全然違う価値観かもしれませんけれどもこの文句のね ピアノを鳴らす技術っていうのかな、まあ、それも私、テクニックだと思うんですけれども、それがね、真底素晴らしいなーって思った体験でしたね、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、モンクとコルトレーンのカーネギーホールのスイートラブリーだけでもいいから、ジャズ記者でリクエストして、あるいは、もうそんな CD ないよっていうジャズ記者があれば、CD 持ってって、すみません、この1曲だけでいいから、バコンでお願いしますってリクエストすると、 ダメって言われるかもしれませんけど、いいよってかけてくれるかもしれませんのでね、でかい音でね、文句の,あのスイタンドラブリー聞いてみてください。コルトレーンもね、あれはおしっこ漏らしちゃいますよ、本当に。あの心臓悪い人というか、ちょっと、あの、い緩い人は。<laughs> 本当にね、素晴らしい、すごい名演だと思いますね、スイタンドラブリーね。ぜひ聞いていただければと思いますけれども、はい、話がそれたので、元に戻りますと。 えー、どこまで読んだかな定食コードとか和製が究極的なラウンドミットナイトとか明らかに二面性があると感じますとところでまたできました <laughs> アンインテリジェントコーナーズ直訳で知性のないコーナーズですということで動画の URL が貼り付けられていますとここ最近ずっと文句をいじることばかり妄想している私は異常ですねというコメントでございましたナイ質問さんどうもありがとうございますそして私はこのアンインテリジェントコーナーズを聞きました めっちゃかっこいいのね。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいのね。<laughs> めっちゃツボお。好み、好み、好み、好みで。どうしましょうって感じですね。あの、テーマを一回だけで繰り返しておしあ、繰り返さずに終わっちゃってるのがとても残念ですけれども、やっぱ、繰り返してほしいですよね。ほら、やっぱさ、あの、ブリリアントコーナーズの特徴の一つっていうのは、一回目のテーマは、 ゆっくりなんです。だらららって2回目のは早いんです。だらららららラ、ららでまた元に戻ってゆっくりなんですよね。ぜひ倍速のバージョンも追加してですね、ぜひ聴かせてほしいなぁなんて思いましたけれどもね、やっぱりね、ブリリアントコーナーズ、本当にいいのね。打ち込み

いいんですよ私、あれを思い出しちゃいましたねあの、ロジックシステムの1枚目のロジックシステム、あの松崎秀樹のアルバムですよね、あの松崎秀樹さんといえば、YMO の第4のメンバーと言われたあのコンピュータープログラマーの方なんですけれども、YMO のツアーの写真とか見ると、ほら後ろにタンスのようなあのムーグシンセサイザーを置いてこう操作している写真とか、いっぱい、あと映像とかでもある。あの 見たことがある人多いと思うんですけどもね。その方のソロアルバム1981年ぐらいに確か出たアルバムにですね。あのね、クラッシュって曲あるんですよ。レコードの b 面のね。そのだったんだった。すごいクールな曲なんですけれども。クラッシュのあのバックでもパカポケパカポケあってパカポカパカパカパカポキャパカパカって、あのシンセサイザーがであの流れるんですよ。それがすごくね。 気持ちいいんですねでやっぱ多感な時期にやっぱ小学じゃない中学1年生ぐらいかな中学校の頃にこういう、ね、未来の音を聞かされた私はもうドハマりしてしまいましてですね <laughs> それでいまだにこの「ロジック・システム」っていうアルバムはだ超大好きなアルバムなんですね <laughs> パ,カパカポケ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 って、まあ、もちろんね当時はアナログシンセサイザーであの 長井さんの音源はデジタルなのでその音色,音色的な、ね、食感の違いはあるんですけれどもそこから醸かし出るなんかパ,カポパカポキャ感は私のツボなんだよねパカポキャいいよねちなみにですねあのちょっとジャズからどんどん話が離れていきますけれどもあのあでもね離れていくと言いつつこのロジックシステムの レコード、アルバムの曲の大半はジャズギタリストが作曲してますからね、川崎亮が作曲してる曲が多いんですよ。で、まあ、あの、ロジックシステムといえばですね、あの、A 面のね、私、ユニットって曲がめっちゃ大好きでですね、まあ、これ YouTube であのアップされていると思うので、ぜひ聴いてほしいんですけれども、あのね、 ユニットインですよ2曲目なんですけどで,で,できればイントロっていう曲とユニットって曲はメドレーになってるのであのイントロから始まってユニットに流れるような感じで聴いていただけるといいかなと思うんですけどあのユニットのねあのすごいクールで不愛想な女性の声もめちゃくちゃかっこいいですし、うん、ああいう感じユニットいいよねってねあのイントロの。 出だしのインパクトなんかもめちゃくちゃあのスピード感あのテンションこう、ね、80年代まだ時代はねあれですよあの金八先生とかやっていた時代ですよあ,あとね暴走族とかが流行ってた時代ですよ校内暴力が吹き荒れていた時代ですよ <laughs> それとか なんだろうねその当時流行っていたものといえばルービックキューブが流行っていた時代ですよあと落内くんとかも流行っていた時代かな当時ねそういう時代にねこういうちょっと時代を超越した感じのまだまだちょっとほら70年代のなんか暗いムードを引きずりつつありなんかなんかでも少しずつ明るくあの空っぽな明るい未来が待ち受けているような80年代がこれから来るぞというような 影がありつつもなんかちょっと曇り空みたいな,なんちょっとねダサさと新しさが入り交じった時代にこういうね視界がパーッと開けるようなロジックシステムのようなねああいうイントロとかユニットとかあと、まあ、3曲目のドミノダンス最初インパクトあるけどだんだん聞いてると飽きちゃいますけどドミノダンスとか <laughs> まあいいんだけどやっぱユニットですよねああいうこうねなんかすごい知性と、まあの インパクトを感じさせるような打ち込みすごいインパクトでしたね、あのユニットといえば同じぐらいの時代に坂本龍一が b 2ユニットってアルバムを出しているんですけれども、それの1曲目のディファレンシアっていうのもすごくインパクトのある曲なんですけれども、それにも匹敵するようなインパクトですよね、あのイントロっていうからユニットっていうね、あまあ似てるのかな、なんとなくね、<laughs> なんと,こうとにかく速い感じ、すごい。 せかすような感じ、請求な感じ、せわしない感じっていうのがね、当時のなんか変わりゆく時代の風景みたいな、これからどんどん未来がどんどん変わっていくのかみたいな、まだまだね、あのロシアじゃなくて、ソビエト、社会主義共和国連邦とアメリカのまだ核のですね開発競争が繰り広げられて、ノスタダムスの大予言が流行り始めて、これから世界はどんどん、 あの悪い方向に行くんじゃないかなというようなちょっとした不安がありつつねだって1981年でしょで1982年がそうだそうだあの後藤弁という作家が書いたノスタルダムスの大予言がブームになってた時代でしたよねで確か1982年にグランドク,ラスクロスあのあそれは1999年か惑星直列が1982年に起こるとあの 水天目土天地土明が当時はまだ土天解明と言われてましたね今は明なくなっちゃいましたけどもね <laughs> 土天解明会ってその後言われましたけど、まあ、要はあの惑星が一直線に並ぶと引力が一直線になる地球に何かが起こらないはずはないなんて言われて <laughs> ううやべえなんてねちょっと不安な感じもなんとなく心の隅っこになんかダークな不安を感じているような時代でしたしでさらに こうするかのようにシンクロするかのように多分、これもね1982年にだと思うんですけどねあの、両国かどっかに住んでいる地震博士か火山博士の相良なんとかさんという人があの鬼の徳馬ブックスかなんかで富士山大爆発っていう本を出して、これがまたベストセラーになったんですよね。<laughs> うんまあ、9月の、ね、何日かぐらいに富士山が大爆発して東京もすごい被害を受けるっていうような内容だったんですよね。それでちょっと心臓ドキドキしましたねあの夏休みが終わるあたりぐらいからねああやべえあと2週間ぐらいの間に俺は死ぬかもしれねえなんてちょこっと思っていたりもしましたね。そういうい 不安もも抱えながらも音楽はどんどん新しいものが出てくる面白い時代でもありましたしねでそういうあの心情の中心の,あの中でですねロジックシステムとか聞くとまた染みてくるわけですよねだからそういう多感な時期にねこうパカポキャした、ね、アルペジオだったりとかすごくクールなサウンドこう抑揚を抑えたようなだけど抑えているんだけども聞いている方は あのすごく感情が高まるみたいなそういう音楽の洗礼を受けてしまった私はね全然治ることなく現在に至っている今日この頃ですけれどもそういうねロジックシステムのクラッシュをなんとなく思い出しちゃいましたねあの永井さんの「のアン・インテリジェント・コーナーズ」聴いていやかっこいいですよ本当に。 もうすぐ終わっちゃうのが惜しいわって感じですね。<laughs> もっと、もっとね、繰り返し聞いていたい内容でございますよね。で、私はこのように返信しました。や,やばすごすぎかっこええマクリングと言って、 アンインテリジェントな褒め言葉をさせていただきました。<laughs> や,やばすごすぎ、かっこええマックリングってあったまるいですよね。だからまあ、アンインテリジェントコーナーズなので、やっぱりね、アンインテリジェントなコメントをするのが礼儀かななんて勝手に思っちゃいましてですね、まあ、本んと気持ちいいんだよね。 それであの下の概要欄にもリンク貼っておきますのでぜひ聞いていただきたいですねアンインテリジェントコーナーズ直訳は知性のないコーナーズですというタイトルのね永井努さんからの,あのチャンネルでねで永井努さんの,その動画の方にも私コメントをあの残しておりましてそっちの方も読んでみましょうかね、えー、あごめんなさい 2, 2倍速にしてもかっこよくてオシャレミステリアスって あ、失礼しました。二倍速じゃなくて二倍速って書いてます。アホですね。アンインテリジェントだね。二倍速にしてもかっこよくてオシャレミステリアスと書いて、で、さらに、私は、0.75倍速にすると、坂本龍一の B2 ニットにボツテイクがあったとしたら、きっとこんな感じの曲なんだろうなと思わせるものがあります。でちょっと褒めすぎみたいなコメントも残してますね。で、さらに、もう、 たまらなく良いのでまだコメントをしいや残してますよ。なんかストーカーのようにコメントしまくってますね、私ね。怪しかっこよし。怪しくてかっこいいですね。怪しかっこよしい。すんげえ好みです。とコメントを書きました。で、あと、最低5回はリピートしてほしかったです。ともまた追っかけで書いてますね。やっぱり、ブリリアントコーナーズがね、さっき話したように、1倍速、2倍速、1倍速、2倍速ってずっと、あの、 続いていく曲の構成なのでやっぱり何回も聴いてみたいなというのはありますよねで長井さんからこのような返信が来てますね多分この辺りのサウンドコラージュが久保さんは好きだろうなと思って作ったんですてんてんてん気に入ってもらえて嬉しいですてんてんてん別に家に出すつもりはないのでこれはこれで終わりですてんてんてんなんですよこれはこれで終わりは嫌だなもっともうちょっとね 倍速にしたたのをくっつけたバージョン2も出してくださいよと思うんですけどね。で、クモさんが嫌でなければ文句の全曲コピーまたはオマージュをこれからも続けていくつもりです。てん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 。びっくりマーク4つ。5つか。<laughs> ぜひやってほしいわ <laughs>、えー。でね、で私は続けてください。続けてください。と返信しております。で、長井さんから返人が来て、はい。ですね。で、私が、やったーこのまま続けたら日本のスティーブ・レイシーになっちゃいそうですね。 と返信をしましまたそしたら永井さん、そのつもりです。てんてんてん、えー。笑い笑い笑い。えー、土下座絵文字マークですねであの。私はリクエストしました。エビストロフィーが楽しみです。エビスサマーのエビスですね。エビスビールのエビスですね。でトロフィー、エピストロフィーのことなんですけど、まあ、エビストロフィーが楽しみですと。リクエストしました。そしたら永井さん、いいですね。だそうですね。うん、やっぱりね、気持ちいいんですよ。そして、 気気持ち悪い気持ちち悪いいんですよねあのどういうことかというとタンパンパンピンタ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 ンっていう3連のとこあるじゃないですかタン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 そこでタン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 っていうあのメロディーの3拍とジャやあの3連とあのバックのパカポキャしたあのちょっとメタリックなデジタルな音が あの一致してないようで一致していてだけどもなんかちょっと離れているようなちょっと分離しているような気持ち悪さがあるんですねでもしっかりとあのリズムは合っているというでもなんか離れているようでちょっと気持ち悪い感じがしてそこが逆に気持ちいいんですけれどもこの「気持ち悪気持ち良い」って意外とね 音楽鑑賞のポイントだと思っててましてですねいやこれ、個人的にね。あの、なんか調和しすぎると、なんかダサいみたいな、なんか変な根性が私はあるわけですよ。で、このね、気持ち悪気持ち良いという言葉で、今思い出したんですけれども、あれなんですよ。昔、私高校1年ぐらいかな、あの、 第5世代のロックンロールっていうことでイギリスからねあのジグジグスパトニックっていう変なバンドがデビューしたんですね変なバンドっていうか <laughs> ジャケットもね変すぎてダサすぎてかっこいいというねなん,かなんかバラタックみたいなロボットがジャケットで見せびらかしましょうとかって日本語で書いてあったりとかしててそれであのボーカルの人がなんかパンティストッキングかなんかを顔にかぶせていてなんか怪しい集団なんですよ で第5世代の奥にど,どんな感じじゃあってことでレコード買って聞いてみたらあのね、まあ、要はベースが多分あれ打ち込みなんですよね打ち込みがズタタタズタタズタタズタタタ,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 タ要はパンクのベースラインを打ち込みにしたようなベースを主体にしてそれに合わせて気持ち悪いエフェクトをかけたボーカルが。 あの上に乗っかってるんですよね。ずっとたったずっとたったって合わせて、例えばラブミサイル F111 だったけどラブミサイルが US ボームオーバーザヘッドみたいな歌うんですけど、その後オーバーザヘッドのヘッドの部分を何回もですねディレイでリピートするんですよ。オーバーザヘヘ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 みたいなあの本当くどいぐらいに繰り返すわけですよ。 シュート・イット・アップここら辺がサビなんですけど何回もシューリーアップっつってんですけどシューリードアみたいなくどいぐらいのエフェクトをかけるわけですよシューリードアみたいなねマクロスのゼントラディ軍のブリタイとかエキセドルの語尾とかもフランジャーというか変なエフェクトをかけてましたけれどもフランジャーじゃないよねもうちょっと空間系の エフェクトをかけていたんですけれどもね。デカルチャーみたいなね。それをあの1。5倍ぐらい。もっとくどくしたような感じのボーカルなわけですよう。わあ、悪趣味だなー。なんて思ってで悪趣味で気持ち悪いなー。なんて思いながらも、あのリズムがかなり軽快でズタタタ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 ,ズタタタとかってあって、それで変な女の人のナレーション。日本語のナレーションがあって過激な暴力。 食べ物はおいしい。水を飲んだらいけません。また明日お会いしましょう。というわけわかんないナレーションが途中で入ったりとかって、あと、だらららタらららタららら,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 らなんかって、なんかベトベンが入っちゃったりとか、本当わけわかんない。しかも、そのコラージュの仕方というか、その組み合わせ方のセンスのなさが天下一品でですね、逆にそのセンスの悪さ、悪っぷりがその悪趣味で悪乗りっぷりが、 聞いてて癖になるんですよね <laughs> でしかもほとんどね2曲目の「当たりベイビー」って曲以外はほぼ全て同じテンポで同じ曲調で「ばっかだよね」みたいなトラさんのおやすさんじゃないけど「ばっかだよね」っていうようなあのアルバムがあったんですね <laughs> っていうか今でもあるんですけどねで,であの私がね高2高3ぐらいになっていくとあのボーイ っていうほら今ね群馬出身高崎出身の伝説のロックバンドがねだんだんほらあのビーブルーあたり。あ でね、私はモラルあたりからチェックしていたんですけどあのビート・エモーションっていうアルバムあたりからすごいヒットしてきてあの皆さん1回は聞こき覚えあると思うんですけど、ね「On the Win with Broke Han」「破れた翼で」ってあるじゃないですかあと「Only You」とか「Only, Only, 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 only」ってあの辺が結構こう80年代半ばの。 東京を彩っていたんですけれどもね <laughs> でそのボーイがめちゃくちゃ人気になり始めてきていよいよ解散かっていうぐらいに、まあ、実際解散したんですけどで解散のライブにも私行ってきましたけどもね <laughs> ラストギグスですねその前後あたりにやっぱり布袋寅泰というギタリストがすごい注目され始めていたわけですよボーイの人気に比例するような感じでねあのギターあの独特なあのフェルナンデスのテレキャスの,あのデザインもかっこいいっていうことでねこう なんかビニールテープかなんかでマスキングをしてそれでスプレーで上から塗装したあの黒地に白い幾何学的な帯のような模様のね特徴あるデザインのギター布袋寅泰モデルとかのちにフェルナンデスから発売されたりとかもしましたけどもねでまあそれはともかく布袋寅泰もジグジグスパトニックが好きだったらしくてあ,のある日レコード屋で ジグジグスパトニックのこのレコードの帯見てたら、吐き気がするほど気持ちいいホテイトモヤスっていうね、帯に書き換えられていたってか、差し替えられてたんですね、帯がね。第五世代のロックンロール、イギリスからあの日本直撃みたいな、ラブミサイル日本直撃みたいな、そういうあのキャッチコピーの帯のレコードを私持ってたんですけど、それじゃなくて新しいニューバージョンの帯がね、吐き気がするほど気持ちいいホテイトモヤスって書いててあって、あっ うまいこと言っとるわーと思いましたね、吐き気がするほど気持ちよいって、これ、本当にね、この形容は、あのなんていうかな、ジグジグスパトニックのこの悪趣味だけど気持ちよい音楽を形容するにふさわしい表現だと思いましたね。で、<laughs> やっぱりね、相当布袋さん、ジグジグ好きだったんだなと思うのがですね、<laughs> カモンエブリバーディーなんですよああのあれですよ。 ボーイが解散してしばらくしたらそれぞれあのメンバーの人がですねソロアルバムを出しましたよね、えー、まず最初にアルジャーノンに花束をフラワー・フォー・アルジャーノン氷室京介ボーカルを出してその次にギタリズム布袋寅泰さんが出してその後ベースの松井常松が「喜びの歌」っていうのを出したんですけどそのギタリズムがね2曲目に カモンエブリバディってね、あの、私、シドビシャスの映像で見た記憶ありますけどね、ダララらダララダララダララン、タララダラダダダダダダンってカバーなんですけれども、それをデジタル風カバーなんですよ。デジタル風というより、ジグジグスパトニック風カバーなんですね。カモンエブリバディなんだだら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 だラのバックがズタタタズタタズタタタおもろジグジグスパトニックなんですよね。だから、やっぱ吐き気がするほど気持ちいい音楽に見せられた布袋ともは、あの、 ジジグジグスパトニックの手法をそのまま自分のソロアルバムの、ね、ほぼ1曲目,、まあ、あ1曲目に実際は2曲目なんですけど1曲目はまあちょっとしたイントロ荘厳な感じの、ね、イントロを入れているので、まあ、実際アルバムの冒頭を飾るインパクトのある曲は <laughs> ジグジグスパトニック風の「カモンエブリバディ」なんですけども「もカモンエブリバディズタタタタズタタズタタズタタ」がね やっぱりもうこう日本人の壺に刺さるんですかねあとその後ねジグジグスパトニックと似たような感じのバンドを日本で現れましたよね「ブンブンサテライト」っていうねサテライ、まあ、スパトニックスプートニックですからねスプートニックでそれに対してまあサテライトでジグジグに対してブン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 サテライトっていうバンドも現れるぐらいなのでやっぱりねジグジグスパトニックが。 やっぱり日本のある一部の属性を持った人々に影響を与えたことは確かだと思うんですけれどもね、まあ、私も「ラブミサイドはね打ち込みというか安いキーボードで。 あのア,ホアホみたいにライブで一回やったことはありますけれども、ねまあ、めちゃくちゃアレンジ変えちゃてですけどもねやっぱやってて楽しいんだよねあのああいうあの吐き気がするほど気持ちいい音楽っていうのはねだからその永井さん話戻りますけれどもそのジグジグスパトニックの帯についていたね吐き気がするほど気持ちいいよいという布袋寅泰のキャッチコピーがまさにこの永井さんのね、うん あのカバーした「ブリリアント・コーナーズ」には当てはまるんですよねだから吐き気がするほど気持ちよいちょっと悪趣味一歩手前のセンスなんだけれどもでもかっこいいとでロジックシステムのようなクールさも兼ね備えているというねこのアンバランスこのアンビバレンスというんですかねそれ,それこそ二面性ですよあアホっぽいけど知性的みたいなで知性的なんだけどどっかアホでちょっと笑いの要素もあるみたいなその両者相矛盾する あの入れない水と油のよう,ような要素があの違和感なく中立あの成立しているこの永井さんのセンスを恐るべきなので次はやっぱねやっぱりエピストロフィー聞きたいななんて思いましたよねあとはレイズ4もねブルースタンタランパランタンタタンタタンの繰り返しの,あのちょっとアホバカ単純すぎるぐらいのブルース 文句やるとまたちょっとね違うニュアンスになっちゃうんですよね <laughs> レイズフォ4あの単純な本当に能天気なメロディーだったらったら た,ったらったらを長井さんがどう処理するのかがめちゃくちゃ気になりますよねなのでとあんまりリクエストしすぎちゃうとすごく長井さんプレッシャー感じちゃうのでもう30年計画でいいので1年にあの1曲か2曲でもいいのでマイペースでね納得いく形でもういやあの作りたくない日が3ヶ月続いても全然いいと思うので、ね、よーしなんかひらめいたぞ降りてきたぞっていう時だけで構わないのでもう。 なんか変に自分にノルマ化して馬車馬のようになんかどんどん,どんどん乱発するよりも本当にこれだーってアイデアがひらめいた時だけでいいのでねポツポツポツッと、ね、あのそれこそ「ハンター×ハンター」の次の,あの話はいつジャンプに乗るんだろうって多くのファンが待ちわびてる感じぐらいな感じでちょうどいいと思いますよあの永井さん、そういえば新作ここ3年出してないよねなんでいつ出るんだろう、ワクワクっていうね。 それぐらいの,あのペースでも全然構わないと思うしでなんかアイデアが空から天使がいっぱい降ってきたときはドバーッと出せばいいと思うのでその辺は全然お任せしますので、ねうん、私たちのことを驚かせ続けてくださるととても嬉しいと思います永井さんの、ね、知性のないコーナーズは最高ですよ。で やっぱりねぜひ0.5倍とか、ね、0.75倍とかと2倍速にしてもまた違う雰囲気になるんでアホな私は全ての YouTube の速度で試してみました1.25倍、1.5倍、1.75倍と2倍あとまあ普通のあれかな速度とかねあとちょっと0.5倍に落としてみたら また0.5倍、0.5倍で全然違う味わいがあるんですよね。何やってるんだって感じですけどね。だから、今、再生数どれぐらいになってるか分かりませんけど、多分、そのうちね、10から15ぐらいは再生してるの私です。ア <laughs> ホアホだよね。なんか気に入っちゃうとね、いろんな角度からいじくり回しちゃいたくなるとこがあってね。すいません、永井さんの曲、いろんな曲でいじくって。 いますいやこういうね嬉しい音源があるとなんか嬉しいですよねまあ皆さんはどうお感じになるのか全然わかんないですけどね永井さんもあの軽い気持ち気軽に作っただけかと思うんですけど いやー私には刺さりましたよ、これ <laughs> 本当。いいブリリアントコーナーズ聞かせてもらいましたわ。ありがとうございます。で、まあ、ブリリアントコーナーズをね、まだ、 知らない方はですね、まあ、まずは永井さんの「ブリリアントコーナーズ」を聞いていただきでその次はですね大西純子の「ブリリアントコーナーズ」を聞いていただきそして次に新内本家本元のリバーサイドから出ている「ブリリアントコーナーズ」本家本元あの文句ご本尊がお引きになられているねソニー・ロリンズやアーニー・ヘンリーも開演を繰り広げている「ブリリアントコーナーズ」を聞いていただくと無理なく文句のワールドに。 誘われてていいくんじゃないかなかと思っておりますので、まあ、別にあのいきなり本家本元本尊本丸突入しても全然構わないんでそこら辺は全然その人の気分で <laughs> いいと思うんですけれどもねあのだけどこれが一つのねあの文句セロニアス文句を知らない若い人に対するちょっとしたあれね アプローチになってくれると、興味持ってもらうきっかけになってくれるといいなと思いますね、この音源ね。なんか、拡散しようかな、この永井さんの音源をパクって、で、私のこの YouTube 動画に、あの、サウンドコラージュ、何回もペタペタ貼り付けて、それで、なんかだ、流しちゃおうかな、というか、うかバックにすでに流してますけど、<laughs> あの、 それそうすると、まあ多分ね、今、ほら、チャンネル登録者数、今、6000人ぐらいいるじゃないですか、6000人、まあ、100人に1人聞いたとしても、60人ぐらいには、あの、耳に届くんで、まあ、いいか、それはそれで、長井さんのチャンネルに行っていただいて、それで聞いていただこうがいいよね、まあ、それはそれで、うん、いいとして、うん、はい、もう、だんだん話が全然、うん、ね、 よく分かんなくなってきたのでこの辺でやめたいと思いますけどまあいずれにしても長井さん素晴らしい音源をどうもありがとうございましたしばらくはヘビーローテーションになると思いますただもう一回あのリピート再生するのを押すのめんどくさいなっていうのが唯一の不満なのでぜひロングバージョンも作ってアップしていただければ大変助かります あの30分ぐらいのロングバージョンでね。でもう環境音楽としてこれを BGM にして、で、私は本を読んだりすると、すごく充実した読書タイム、あるいはこれ聴きながらずっとプラムを作ったり塗ったりしていると、まあ、充実した模型タイムになると思うんですよね。どうなんでしょう。そんなにいいいいって言ってるのは私だけかな。わ <laughs> かんないけどね。はい。ということですいません。今回は。 あのジャズマンのジャズの話じゃなくてねロ,ロックマンのねギターマンのなんか作ったジャズの話になっちゃいましたけれども長々なかなかとダラダラと喋りすぎてすいませんでしたということでまた別な動画でお会いいたしましょうさよならバイバイよ